横川民助、横川民助、横川民助、すけ。1864年10月28日。現時元年9月28日から1945年。昭和20年6月26日は、明治、大正、昭和期の建築家、実業家。横川グループ創業者。日本の鉄骨建築の先駆者。アメリカの雑誌で鉄骨構造を知ったという。 張間国家湖郡東二見村、現、兵庫県赤市二見町東二見で、乱邦医、横川靖香内の四、男として生まれる。帝国大学工科大学づくり科学科、現東京大学工学部建築学科で、建築学を学ぶ。1899年、明治22年7月に卒業。卒業同期には、加西万次、総平蔵らがいる。 卒業設計では、東京の町屋を取り上げ、論文で町屋の生活改善と建物の耐震耐火性の向上をテーマとした。その後、下町の2階建ての土蔵造りやレンガ造りを、どうしたら、簡便に耐震化できるかを考え、1891年に著書、地震を刊行した。卒業後すぐに、東京市日本橋区鉄砲町、現日本橋本町に、 建築設計事務所を開設するが、1892年、明治25年、三井財閥の三井元型食卓及び、東京工業学校講師となり、後1895年、明治28年、月給200円の技師長格で三井元型に入社し、三井系企業の建築物の設計を行う。翌年部下に、鈴木貞次がつく。百九十二年、明治十五年、 東京法学院、改築、1893年、明治26年、定大同期である、総平蔵設計の旧小座、旧明治座を監督。1893年、明治26年11月5日、女子教育家として、著名な棚橋綾子の次女、下枝、静江と結婚。1896年、明治29年、 三井総営業本店の設計を開始し、1902年、明治35年に竣工。試行の実際の指導から、材料の発注まで一人でこなした。1903年、明治36年4月に独立して、横川公務所、現在の横川建築設計事務所を開設。同年8月からは、東京帝国大学工科大学講師として、建築学科で、 鉄骨構造の講義も担当。1906年、明治39年大阪支店開設。1915年、大正4年、工学博士。さらに、1907年、明治40年、鉄骨橋梁部門を橋梁メーカーの横川橋梁製作所、現、横川ブリッジとして、分離特立で開設。その後、横川科学研究所、 1916年に東亜鉄工所。1937年に満州横川橋梁を設立。1920年に計測。制御機器メーカーの電気景気研究所。現、横川電気等を創業。最後には1937年、和田区研究所という琴の演奏を趣味としていた民助が長すぎて運ぶのに不便なことを折りたたみ式にするための会社も設立。 実業家としての手腕を発揮した。1908年、明治41年帝国劇場設計に際し、欧米諸国を視察。1911年、明治44年建築業協会理事長に就任。1928年まで、1928から45年は会長。1917年、大正6年9月に大倉商議院建築調査員となり、 国会議事堂建設に関与し、1918年、大正7年7月に大倉省臨時議員建築局常務顧問、1925年に永全管財局常務顧問に就任。また、1925年、大正14年から1927年、昭和2年まで社団法人日本建築学会会長を務めた、1931年に名誉会長。 1930年、昭和5年建築資料協会会長。1945年、死去まで。1932年、昭和7年横川コレクション中国古都寺591点を東京提出博物館に寄贈。1938年まで、総計1 6 8点寄贈。1935年、昭和10年3月。 合資会社建築志向研究所を設立。1938年、昭和13年8月、株式会社両全社を設立、横川コンセルンの本社。1939年、昭和14年文部省国宝保存会委員に任命された。1943年、昭和18年1月、横川公務所所長を辞任して引退し、横川時助、 中村殿司、松井北郎の共同経営とした。1944年、昭和19年10月、財団法人、久乗学園理事長となる。1945年6月、小田原の別邸で死去した。1964年、昭和39年に行われた第1回日本建築祭で、日本建築会尖閣者遺徳検証の死のうちの一人に選ばれた。 元々は建築家であるが、事業に忙しく実際の設計は、中村殿司、松井太郎、長男の横川時助ら事務所のスタッフに任せていた。設計図を描かない建築家とも言われたが、目は確かで、設計室に入りスタッフが設計している背後から、覗いて、うん、なかなか、と言ったら、上出来、何も言わずに立ち去ると、旧大しばらく見ていて、 国尾をかしげて立ち去ると、どこかしらおかしく、計算し直してみると確かにおかしかった、といった風であったという。また旧東京証券取引所設計の際には、変形の敷地にどうやって、デザインを収めるかスタッフが苦慮していると、スラスラとスケッチを描き、また、みかんの皮を剥いて、造形案の示唆を与えたという。また工事を中断していた。 東京株式取引所立会所の計画変更で、荷重のかかる場所に柱が建てられなくなった際、構造担当の書院で、山口文造の日本歯会遺跡付属病院なども、担当する田中正造と船の構造をヒントに、構造法を考案。叱りもしないが褒めてもくれない、喜動哀楽を決して表に表さない、寡黙の人と称された。旧三井本館建設の際には、 当時最新鋭の鉄骨構造を導入。また、三井五福店の高橋義雄の依頼で、アメリカのデパートメントを視察し、経営改善を進言したと言われる。フレデリック・テイラーのテイラーシステムを日本に、いち早くに紹介した人物でもあり、こうしたエピソードは、対局感の鋭さを示すものであろう。三井の増田隆、金棒の武藤山次が、一階の建築技師にしておくのは、惜しい。 実業の経営に新しめたら、東大一流の人物となろうと語ったと言われる。1907年、明治40年に入所してきた笠原敏夫には、この仕事は、向こうから注文を受けたからでなく、こちらから、こういうものを建てなさい。これだけの収益がありますと進めるのだから、もっと切り詰めて経営上採算の取れる有利なプランで、なければいけない。建築家は、 積極的に働きかけて自ら進路を開拓せねばならないという意味のことを悟した。関係した多くの学会や教会に気前よく資材を投じた。また面倒見がよく発明家で独学の建築家伊藤溜吉に発明の資金援助を行い体が不自由になっていた石井慶吉元東大女教授を鉄骨が前に造形が深い。 構造エンジニアとして1907年、明治40年入所させたほか、瀬戸文吾や獅どきよてる、また書院であった、武田米吉やお院の一郎、あと、横川電機社長らの学費を援助した。1911年、明治44年に、タミスケは壊れて、建設業協会理事長に就任。後に会長となるが、タミスケ自身は、 今日のゼネコンの体制である設計と思考の一、式季受け追いというスタイルを否定し、この社会から消滅することを望んでいるとまで述べている。1892年、明治25年作り科学会通常講演会で、清水万史女天支配人、原林之助が行った、一式季受け追いこそ我が国の建設業の進むべき道と、主張に対して、民助は原が一式季受け追いの利益ばかり挙げて、 弊害には、触れていないことを挙げ、腹が掲げた項目からもたらされる利益、経費の節約、煩雑でなく便利、竣工後も安全保障、後期の短縮に一つ一つ反論を加えているほどで、あった。しかし後の建設業協会発足にあたり、理事に誘ったのは、他でもない清水組大番頭である、原林之助らであった。中国古の収集でも知られ、後に、 それらを国立博物館に寄贈した、横川コレクションとして著名である。タミスケの美的館は、伊藤忠太がタミスケの講演、1892年、明治25年7月20日、作り科学会通常会に対し、横川君の東西美術トれかまさる論を表し合わせて、意見を、術婦という題目の反論からわかる。 この時伊藤は横川の美術についての理解を逐一反論するが、その基本的な対立点は両者の美術理解の差以上に美術観が次のように異なっている。伊藤のどこか鬱屈とした意識とは対照的に民助の美術論は美術の原理を文と武人で説明するような花だ、旧式のものであったかもしれないが、美術を国家とか名誉とかと切り離して考えようとす。 思考が伺え、伊藤の言うように、東西美術の優劣について答えていないのではなく、常実の分で、世界上に、人間のあらん限り人口未来まで、この美術によって、楽ましめ、喜ばせんとする意欲が同じであれば、古今東西美術の比較は言うにこうしない、と答えている。帝国劇場の際に争われた、その建築を、西洋様式とするか、日本の伝統様式とするかに対し、 民衆のための劇場として躊躇なく洋式劇場を設計した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。